今日の収録はもうレジェンド中のレジェンド馬場さんに来ていただいてありがとうございます。今日は本当にね、みんなもありがとうね。まあ、あの今収録終わったんですけどね、もう俺は終始ドキドキでした。ありがとうございます。いいえ、この後あのダイジェストが見れたりとかするんで、あの楽しんでもらえればと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。今でこそ運命の出会いだろうってみんな言うかもしれないけど、うん、遊びに来てくれませんかって すげえ。オーディションやるだろう、なんだろうって言われたら。なるほど。俺ドラム叩きながらお客さん数えてたからね、ちょっとギャラもらってこいよって、はいはいはい、そしたらマネージャー一番最初に持ってきたのは結構いいと思いながら、日黒くんがそこでムッとしたんだよ。今日終わりって言って捨てゼリフ残って消えちゃった。そうですね。解散の理由とかってなんか聞いていいですかね。ホテガなんかラウンジであの話があるんだって言うんだよ、はい、まだいつになるか分かんないけど、そしたらやめようって、その時にホテガいいよさ。